皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも私です。では本日からですね、こちら学校であった怖い話 S やっていこうと思います。こちらがスーパーファミコン版の学校であった怖い話のプレイステーションへ移植されたシリーズですね。でそのスーパーファミコン版、実は私個人的に Wii U でバーチャルコンソール発売されてたので、そちらでやったことがあります。であるんですけど、まあ、あまりにもストーリー分岐が多くて、なんか一人でやってて疲れちゃったんですよね。やめてしまったので、まあもうほぼほぼ初見でも、時々覚えてるシナリオあるかもしれないけど、ほぼほぼ初見なので、ちょっとネタバレ等はね、やはり控えていただければと思います。ただもうこのゲームね、人気シリーズですし、古いゲームなのでご存知の方も多いと思うんですけど、分岐がすごいんですよね。その一つの分岐間違えたら全然違うエンディングになったり、全然違う流れになったりっていうのがすごいんです。なので私ちょっと今回はね、禁断の書物攻略本もね買っちゃったんですよね。またこれはね、ストーリー進めていくうちにご紹介しようと思うんですけど、なんと中古品で8000円しました。もうプレミアがついてるんですよ、このゲームの攻略本。やばいでしょ。8000円で買いましたよ、私は。なのでもう分岐に迷ったりとか、どうしても見られないエンディングだとか、なんかもうわからないことあったら、ちゃちゃって開いちゃおうかなって。結構ね、攻略本ってすごくて、ネタバレがねほぼないのよ。だからこれ選んだらさてみたいな。ネットで探すとネタバレに触れてしまうことって、サウンドノベルってどうしてもあるから、調べたくないのよね、サウンドノベルプレイしてる時って、そのゲームのことについて。すごいそれは気になってたから、もう今回はね、大盤振る舞いですよ。ボーナスも出ましたから、冬のボーナスもね、冬のボーナスのほんの一部ですよ、ほんの一部の8000円で私は攻略本を買いました。なんでこの禁断の書をね、みんなで読みながら進めていこうかなと思います。でこの学校であった怖い話 S なんですけど、無印版と大きく違うのが主人公の性別なんですよね。主人公が男女から選べます。で男子女子でそれぞれキャラクターからの対応が違ったりとか、あとはエンディングも増えるみたいですね、攻略本によれば。なのでまあこの辺は私は網羅したいなと思ってるので、男子編女子編でそれぞれ読んでいこうかなって思ってますので、まあ、そのあたりもねよろしくお願いします。ただね、どういう流れで動画を公開していくのか、動画を拾っていくのかっていうのは全く決まってないんです。なのでちょっとね、皆さんのね意に添えないような順番でプレイすることもしばしばあるかと思うんですけど、まあまあ一緒に楽しんでやっていきましょう。ちょっとオープニング長くなっちゃいましたね、ごめんなさいね。これちょっとあれやね、しおりかなんかつけとくべきですね。ではではやっていきましょう。あ、もう決めるのか。じゃあとりあえず男の子でいきましょうか。まあ私そもそも無印版もほぼ初見みたいなものなので、デフォルトですよね、多分男の子がね。あ、名前坂上修一。デフォルトこんな名前やったっけ。では名前はね、久しぶりに水上幸太郎くんでいきましょうか。久しいよねこの名前でいくの。いや女の子の主人公も名前別で決められるはずなので、あそこでね佐伯の名字を使いたいなと思ったらこうなりましたね。いや流行り神のね、私の流行り神の動画を見てくれてる方からしても、あ、久しぶりにそれ見たわと思うかもしれない。じゃあこれでいきましょう。今度の新聞でうちの高校の七不思議の特集を組もうぜ。これ私？部長の一言で僕たち新聞部は学校の七不思議を特集することになった。今年の夏に
長い間使われていなかった旧校舎が取り壊されることになり、それに合わせて恐怖ネタをやりたい。めっちゃ早口やん。そしてまだ1年生で新人の僕がその担当に選ばれてしまったわけだ。けれどどんな怖い話がこの学校に伝えられているのか僕はよく知らない。そこで学校の七不思議にまつわる話を知っている人たちを先輩が部室に集めてくれることになった。先輩は用があって来れないらしく、実際には僕が仕切らねばならなくなった。集まった7人が誰なのか会ってみるまでわからない。今日の放課後部室にその7人が集まるという。僕はあまり怖い話が得意ではなく、どちらかというと臆病かもしれない。今日はどんよりとした灰色の雲が空一面。どういう状況な今の。いつ雨になってもおかしくない天気だ。吹く風もジメッとしていて肌にまとわりついて離れない。なんでこんな日に薄暗い部室で怖い話を聞かねばならないのか、僕は逃げ出したくなってきた。それでも自分の意思とは反対に足が部室の方へ勝手に向かっているのは、心のどこかで怖いもの見たさという思いがあるからだろうか。わあ、オープニングムービー、これ無印にはなかったよね、こんな演出。なんか津田寛治って感じやな。勝手なイメージ、なんかナレーション津田寛治って感じ。いや、全然なんかちょっと声の雰囲気似てるなと思ったっけ。部室のドアを開けると、一斉に12個の目が僕の方を見た。部室の真ん中に置かれた大きなテーブルを囲むようにして、6人の男女が静かに座っていた。あまりの静けさに、僕は部屋のドアを開けるまで誰もいないと思ったほどだ。6人は僕を確かめると、テーブルの一点を注目するように、顔を落としてしまった。僕の知っている顔はなかった。学校が大きいから、同学年でも見たことのない顔があっても不思議ではない。集まっている6人も雰囲気からそれぞれが見ず知らずのように思える。6人。先輩の話では7人に声をかけるということだった。ということは、まだ1人来ていないのだろうか。僕はとりあえず空いている席に座った。この一番手前が私の背中かな。誰が喋るということもなく、何とも気まずい無言の時間が過ぎていく。僕が話せばいいのだけれど、何とも話しづらい雰囲気だ。みんな下を向いたまま、ピクリとも体を動かさない。全員、コミュニケーション能力皆無。そして来るべきはずの7人目も一向に来る気配がない。ただ、いたずらに時間だけが過ぎていく。いつまでもこうしていてもどうしようもない。皆さん、お忙しい中集まっていただいたと思いますので、そろそろ始めたいと思うのですが、僕は思い切って声をかけてみた。7人集まると聞いていたんだけれど、君が7人目なのかい？それとも、君は僕たちの話を聞く新聞部の人なのかい？中の一人がうつむいたまま、目だけを僕の方に向けて、ぼそりとつぶやいた。私の右隣の人かな？なんて陰気そうな人だろう。僕は彼に見られただけで背筋が寒くなるのを覚えた。はい、僕は新聞部の水上幸太郎と言います。今日は皆さんの話をお伺いするように先輩の日野さんから言われています。よろしくお願いします。僕が答えるとみんなは黙ってうなずいた。それきり何も話してくれない。どうでしょうか。このまま待っていても仕方がないので、そろそろ始めませんか。僕は痺れを切らし、もう一度尋ねた。いいですよ。一人がいい。残りの人たちはゆっくりとうなずいた。一体、
彼らはどんな怖い話をしてくれるのだろうか。物質の空気が妙に重く、肩にのしかかっているような気がしたのは僕だけだろうか。立て付けの悪い窓から漏れる生暖かい隙間風が僕の頬を舐めるように吹いている。何か得体の知れない気味の悪いものがここにいて、何かが起きるのを待っているように思えてならない。そんな言い知れぬ恐怖を感じさせる何かがここにはある。なぜだろう。なぜそんなことを思うのだろう。息をするのさえ苦しく思える。こんな気持ちは初めてだ。僕はそんな思いを断ち切るようにして大きな声で言った。それでは始めましょう。まだ見ぬ7人目を待たずして、集められた6人の学校であった怖い話が始まった。ああ、これね。ああ、ではキャラクターセレクトですね。まあこれはね、説明書にも書いてありますし、私自身もちょっとだけ知識はあるんですけど、これね、話を聞く人の順番によって聞けるものが違うんですよね。どういう順番で行く？この端っこから順に行きがちだと思うんですよ、大抵は。なのでどういう気持ちなんやろこの人。なんかまあこの中では一番高校生っぽいけどないや、なんか中学生っぽく見える。ちょっとひねちゃった中学生。進藤さんから行く？それじゃあ俺が最初の話をしよう。俺の名前は進藤誠、3年 D 組だ。みんな旧校舎に行ったことあるかい？今は使われていないけれど一度くらい行ったことあるよな。私の学校旧校舎ってなかったからね。立ち入り禁止だし、ボロボロで薄気味悪いけれど、あそこは冒険するには最高だ。昼間だってゾクゾクしてくるぜ冒険しに行くの？高校生で。歩くと今にも抜けそうな床がギシギシ鳴ってさ、それが反響してまるで他にも誰かが歩いているような錯覚に陥るんだ。それで後ろを振り返ると誰もいない。みんなそういう経験あるだろう。ない？水上はどうだ？旧校舎に行ったことあるんだろう。そして薄暗いあの廊下を歩いたことあるだろう。あるだろって言われても。ない。普通に私はないね。旧校舎なんて学校になかったし。ないのか？お前勇気ないな。うちの学校の生徒だったら一度はあそこに行かなきゃダメだ。あそこには霊がうようよいるんだぜ。肝試しにはもってこいだからな。よし、今度俺が連れてってやろう。普通に使える感じなんかな。あのトワイライトシンドロームのさ、旧校舎は普通に使われてるタイプの旧校舎やったけど、ここどうなんやろね。特に旧校舎の2階の長い廊下を抜けたところにある3階へと続く階段。あそこは温度が低いのか夏だってひんやりしていて、まるで冷蔵庫にいるみたいなんだ。それにあそこは日がささないから昼間でも暗いし、人がいるなんてわからないから授業をサボるには絶好の場所だぜ。冬は寒すぎるけどな。で、その階段の踊り場に大きな鏡があるんだよな。姿見っていうやつだ。全身の映る縦長の一枚鏡。あの鏡、変な噂があるんだよ。もちろん俺は信じちゃいないさ。いや、信じていなかったっていうのが正解だろうな。あのことが起きるまではさ。その鏡の話をしてやるよ。めちゃくちゃ見下してんやろな、私のことこれ。だいぶ前、俺たちの間でその鏡のことがちょっと話題になったことがある。あの鏡の前を通ると変なものが見えるとか、自分の姿が映らないとか、いろんな噂が立ったんだ。けど、俺は信じなかったぜ。クラスの連中がそんな話をしていても仲間に入らなかったしな。
怖いわ。なんかちょっとな、ちょっとなんかみんなメンチ切ってくんねんけど。それがさ、ある日吉岡の野郎が俺に相談があるって言いに来たんだ。吉岡ってのはいつも孤立していて一人でいる暗いやつなんだ。付き合いはなかったな。目立たないし、あいつが何をしているかなんて別に興味もなかった。いるのかいないのか存在の薄いやつだったな。その吉岡が俺に相談があるって言うんだぜ。多分あいつが話しかけてくるなんて初めてのことじゃなかったかな。別に断る理由もなかったし、わざわざ相談を持ちかけられちゃ聞いてやらないわけにはいかないよな。意外と兄貴分。それで相談に乗ってやったんだ。あいつは最初はもじもじしていたけれど、そのうち言いにくそうにボソボソと話し始めたのさ。どんな話だったと思う？てか、ちょ、進藤さんの人となりがわからんからさ、なんかどの話題が地雷かわからんねんけど。お前誰に向かって彼女の話しとんねんみたいなタイプか、お前誰に向かって勉強の話しとんねんってなると、話の流れ的に3番かな。そうなんだよ。あいつ突然あの鏡のことを話し始めたんだ。突然怪しい古ぼけた一冊の本を取り出してさ、それを俺に見せるんだよな。その本に一枚の鏡の写真が載っててさ、なんでも霊界につながる魔法の鏡なんだとよ。この本に載ってる鏡見たことあると思わない？これって旧校舎の踊り場にある鏡と同じだよね。突然そんなことを言い出すんだよ。俺は笑っちゃったよ。そんなのどこにでもある普通の鏡じゃないか。この本に載っている鏡だって、踊り場にある鏡だって、どこにでも売っている何の変哲もない普通の鏡さ。特別な飾りがあるわけでもないし、いかにも安っぽそうだしさ。ところが吉岡のやつ大真面目で言うんだよ。僕にはわかる。この鏡は間違いなくあの踊り場の鏡だよ。そしてこの世と霊界をつないでいるんだってね。俺は吹き出しちまってさ、いい加減にしてくれって相手にしなかったのさ。当然だろ。そしたらさ、あいつ突然怒り出しちゃってよ。僕の話を信じないのか。僕にはわかるんだ。あの鏡は霊界に通じて、なんでこの話をさ、今まで喋ったこともない進藤さんに言うんやろな。これ相当仲いい子を相手に喋る内容やと思うねんけど。そう言って顔を真っ赤にして震えてるんだ。驚いたのは俺の方さ。俺は何もそこまで怒ることないってなだめたぐらいさ。そしたらさ、あいつ一緒にあの鏡を見に行こうって言うんだよ。今の話が本当だってことを証明してみせるってな。あんまりムキになって言うもんだから俺も、お、いいぜってうなずいちまったのさ。それで俺が行こうとするとあいつ止めるんだよな。今はダメだよ。夜中の3時30分33秒じゃないと証明できないんだ。あー、333。その時間じゃないと霊界への扉は開かないからね。なんてとぼけたことを言い出すんだぜ。さすがの俺も呆れちゃってさ、それ以上相手にしなかったんだ。それっきりあいつも話しかけてくることなかったしな。ところがどうだ、ところがどうだ。それから3日後のこと、いきなり吉岡は俺のところに来て、今日はすごく霊気が強い日だね。こういう日は絶対に成功するよ。証明してあげるからね。って突然言い出したんだ。それも真剣な顔でだぜ。顔でだぜ。最初、俺は何のことを言ってるんだかわからないで、キョトンとしてた。まさか、あの鏡のことだなんて、一瞬考えちまったよ。それでその日の夜中、学校に忍び込もうって誘うんだ。おとなしい顔して大胆なやつだよな。俺だって夜中の学校になんか来たことないぜ。まあ冗談だろうと思って軽い気持ちで返事したのさ。
あ、いいよ。夜中の3時に校門前で待ってるぜ。ってね。あいつ嬉しそうにニタニタ笑ってたな。そういえば、あいつの笑った顔っていうのも、あの時初めて見た気がするよ。最初で最後のあいつの笑顔さ。吉岡死ぬんか？お前死ぬんか？それで学校が終わって家に帰ってしばらくの間、俺はその話を忘れてた。夜中になってそろそろ寝ようかなって思った時に、ふと吉岡の顔を思い出しちゃったんだよな。時計を見ると夜中の2時。行こうと思えばまだ約束に間に合う時間さ。あいつのニタニタ笑う顔を思い出すと、なんだか寝つけなくなってさ。けれど、今から学校に行くなんてめんどくさいし。まあ、そやな、高校生って、登校時間が結構早いからさ。今から出て、朝7時、6時半とか7時に起きるでしょ。しんどいよね。それにもしあいつが来てなかったら、バカを見るのは俺だしな。行くべきか、行かないべきか、俺は悩んだよ。結局どうしたと思う？あー、どうなんやろ。これなんかすごいルート分岐しそうやな。エンディング変わりそう。あー、行くか。なんやかんやでなんか進藤さん、そんなに親しくないね、吉岡の話聞いてあげて、ここまで付き合うぐらいやから、それなりに、あれちゃう？面倒見がいいんちゃう？知らんけど、行くんちゃう？やっぱり気になって仕方なくなってさ、行くことにしたんだ。しんどいな、夜2時に家出るの。いるわ。夜中の学校は気味悪かったぜ。もし吉岡がいなかったらどうしようかって思ったけど、あいつはいたよ。校門の前に、まるで幽霊みたいに、ぼーっと突っ立ってたんだ。懐中電灯を持ってね。すごいな、夜中やけど校門全開やん。それで俺のことを見つけると、手にした懐中電灯を振り回して近づいてきた。笑えばいいものを、あいつはニコリともしなかったな。緊張しているのか、顔を汗でじっとりと濡らして、無表情で俺のことを見ていた。待ってたよ。これから僕たちは霊界を見ることができるんだ。そういう吉岡の方がよっぽど幽霊みたいに不気味だったぜ。霊界はいろんな形で現れるんだってさ。どんな形で僕たちの前に現れるのか、その時になるまでわからないんだ。そう言いながら、あいつは持っていた紙袋の中から薄汚れた手鏡を取り出したんだ。丸い女の人が持っているような化粧鏡だ。それを俺にチラチラ見せるんだ。夜中の3時30分33秒にね、自分がいつも使っている鏡を踊り場の鏡に合わせるんだよ。すると2つの鏡が映り合って、そこに不思議なものが見えるんだってさ。手鏡なんか使うの？あなた、私ですら使わんよ手鏡。見えるだけじゃない、何かが出てくるかもしれない。楽しみだよ。そういうあいつの顔は無表情でちっとも楽しそうに見えなかった。夜中の学校はめちゃくちゃ怖いぜ。新校舎だって不気味なのに、俺たちが目指すのは旧校舎だぜ。その怖さがどれぐらいのものか、お前にだってわかるだろう。お化け屋敷だってあそこまで怖くはないな。まあ、私あんま怖くないタイプやからね。お化け屋敷の方が怖いわ。驚かされる驚かされるって思いながら行くから、別にこういうところは平気かな。吉岡のやつは意外と度胸があるんだよ。俺でさえ結構ビビっていたのに、あいつはスタスタと早足で歩いていくんだ。真っ暗な学校を薄暗い懐中電灯一つでどんどん進んでいくのさ。俺はついていくのがやっとだった。旧校舎に入っても、あいつは物おじ一つしなかったな。夜中だと、床板を踏む音が、やけに大きく聞こえるんだ。キー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 、
ガラスを爪で引っかくような音が辺りに響くんだ。他には何も聞こえないだろ。だからその音が妙に耳につくんだよな。昼間だとあまり感じない古臭い腐った木の匂いも夜中だとはっきりと感じるんだ。その匂いだけが息を吸い込むとむっと甲虫に広がるのさ。着いたよ。もうすぐ3時30分だね。明るいね、結構。あいつの中突然あいつの足音が止まり、懐中電灯が鏡を照らしたんだ。霊界の鏡だって。冗談じゃない。こんなのただの鏡さ。俺は自分に言い聞かせたよ。そうでもしなきゃ今にもその鏡に吸い込まれそうな気がしたんだ。3時30分だ。鏡を合わせておくからね。いいかい？何があっても驚いちゃダメだよ。そう言うと吉岡は手にした化粧鏡を踊り場の姿見の前に差し出したのさ。するとどうなったと思う？え？ここの選択肢？まあ一番しょうもないエンドは4やろな。なんやろう。でも私が知ってる範囲の合わせ鏡は2やねんな。2かな。僕の顔が映ってる。突然吉岡がそんなことを言い出したんだ。当たり前だろ、鏡なんだから。お前の顔が映るのは当たり前じゃないか。大事なことなので2回言いました。何を言い出すのかと思って俺はびっくりしたよ。鏡にはあいつの顔が映っているだけだったしな。違うよ、僕の顔が紫色なんだ。僕はあの本で読んだことがあるよ。鏡に映った自分の顔が紫色だったら、それはもうすぐ自分が死ぬ証拠だって。そしてその紫色の顔が自分の死ぬ時の顔なんだって。あいつの声は震えていた。バカ言うなよ。俺はもう一度鏡を見たよ。鏡には確かに吉岡の顔が。あ！俺は思わず叫んじまった。ちょっと待って、思ってたんと違うな。思ってたより安らかやな。今まで普通に吉岡の顔が映っていたはずなのに、いつの間にか鏡の中の顔が紫色になっているじゃないか。それも普通の顔じゃないんだ。なんていうか、むくんでるっていうか、老人形のような顔というか、とにかく普通じゃないんだよ。俺は驚いて走り出したよ。どうやって真っ暗な旧校舎から出てきたのか全く覚えてない。でもとにかく俺は出て、吉岡掘ってきたん？たった一人吉岡を残してな。覚えていることって言ったら、後ろで置いてかないでくれーって吉岡が叫んでいたことぐらいだな。それでも俺は吉岡を助けに戻ろうなんて思わなかったね。いくら俺でももうあそこには戻りたくない。それでも怖いのを我慢して、俺はしばらく正門の前で待ったんだ。けれどいつまで経ってもあいつは出てこない。もしかしたら裏門から帰ってしまったのかと思って、俺も帰ったよ。かなりこれはポジティブに受け取ったな。家に帰ったのはもう朝方近かったし、少しも眠れなかった。そしてそのまま家で朝食を済ませると、俺は学校に行ったんだ。そして知った、吉岡が死んだことをね。朝早く見回りの先生が見つけたそうだ。吉岡は旧校舎の前で死んでいたそうだよ。俺は知らない。あいつがどうやって旧校舎から出てきたのか、それとも鏡の前で死んだ吉岡を誰かが旧校舎の前まで運んだのか、俺は全く知らないよ。ただ吉岡は右手にしっかりと化粧鏡を持っていたそうだ。めちゃめちゃに割れた化粧鏡をね。次の日、俺は吉岡のお通夜に行くことになった。クラスメートだったからな。全員で行ったのさ。
別に仲も良くない仲間だったけれど、死んだら悲しいんだろうな。女子なんかみんな泣いてたよ。その時俺は見ちまったんだ。棺の中の吉岡の顔をさ。俺は場所もわきまえず叫んじまった。だって仕方なかったんだ。棺の中には俺が見た、あの鏡に映った吉岡の顔があったんだよ。あ、目が開いた。その時俺の錯覚かもしれないけど、あいつの目が一瞬開いたんだ。そして俺のことをじろっと睨んだんだ。どうしてあの時助けてくれなかったんだ。どうして自分だけ逃げたんだ。そう訴えているような目だったよ。それからさ、俺に不思議な能力が備わったのは、吉岡を見捨てて逃げた呪いなのかもしれない。それとも俺はもう霊界の住人になってしまったのかもしれない。俺ね、もうすぐ死にそうなやつがわかるんだよ。見ず知らずのやつだって、テレビに映ってるやつの顔だってわかるんだぜ。もうすぐ死にそうなやつを見ると、そいつの顔が紫色に映るんだよ。するとそいつは死んじまうんだ。そうだ、お前の顔見てやろうか。みなかみったよな。お前の顔今どんな風に見えるか教えてやろうか。どうして俺がこんなことを聞くか怖いか教えてやってもいいぞ。聞きたいか。言うてみろや。そうかい、教えてほしいのか。言うてみろや。それじゃあ教えてやる。何を言われても驚くんじゃないぞ。そして何を言われてもそれが運命なんだと思って諦める。値打ちこくな。お前の顔はな。やめよう。もうめっちゃ値打ちこきやねんけど、この人言っても何の意味もない。死ぬやつは死ぬし、生きるやつは生きるんだ。お前の顔が紫色に見えるかどうか教えたって運命は変わらないものな。でもさ、教えといてくれたらさ、なんかいろいろ隠しておきたいもの隠したり、捨てておきたいものを捨てられるやん。教えて。自分の未来なんて知らないのが一番いい。それに俺の話をお前が信じているかどうかも疑問だしな。言ってみろやとか言ってみろやとかって言ってる人は信じてないよなって思われても仕方ないよな。さ、これで俺の話は終わりだ。次は誰が話してくれるんだ。